チャオ、あっちゃんです。YouTube で、メールの仕方のわからない人がやっぱすぐにいてるみたいなんで、ちょっと基本的なメールの仕方っていうのを動画にしたいと思います。今日もちょっとね、コメント欄に自分の住所とか個人情報書かれてちょっと危険なので、あっちゃん削除させていただきました。やっぱりね、そのちょっと前からYouTube を見始めてくれて、まあ、アカウントを持ってはる、だからアカウントを持って YouTube をしてるってことはメールが使えてるはずなんですね。はい。で、Gmail がないと YouTube のアカウントは持てない。だから Gmail があるはずなんです。だから Gmail を使っていただいてメールでやり取りっていうのをあっちゃんはやらせてもらってんねんけども、それのやり方、まず携帯編でいくと、携帯電話のね、こういうとこ、変わっちゃった。こんなマークのないですか？M って書いたやつ。ちょっと、ちょっと未読がいっぱいあるんだけどね。この M っていうマークがあります。このマークをクリックしていただくと、ちょっとね、まあ、いろいろと、見せにくいものというか、視聴者さんのいろんなものがあってね。で、そこにね、Google、これ Gmail って言って、Google のメール、Gmail っていうブラウザやねんけども、もしない場合はね、これ iPhone やったら Apple Store、これをクリックしてもらって、で、このね、虫眼鏡マークを押して、ここいっぱい出てくるの、この検索のところに、Gmail、Gmail って入れてもらって、検索してもらいます。検索。そしたら、Gmail、E メールってこの M マークが出てくるの。あ、ボタン押しちゃった。で、この Gmail、E メール、これ今開くってんだけど、多分入ってたら開くになってるし、入ってなかったら、開くじゃなく、入手っていうのが出てくるんだよね。入手をしてもらって、パスワード入れてダウンロードしてもらう。おそらく入ってると思います。携帯。電話にはね、ほとんどの携帯電話ね、携帯電話を契約するときに Gmail を設定するはずなんね。だからこの Gmail っていうのはね、これを開いてもらいます。間違えちゃった。開いてもらいます。で、開いてもらったらね、アカウントって言って、まあちょっと待ってね、なんか隠すわ。全部が見せられないんで、てか、視聴者さんのね、あれが入ってんのよ。視聴者さんからいただいたメールが入ってるんで、ここのところを何かで隠しましょう。隠すものがないわ。これでいいや。まあね、こうメールってこう、上にね、自分のこのアイコン、変えてたら変えて、このアイコンやし、変えてなかったら棒人間みたいなのが入ってんねんね。これあっちゃんねるのメール。これあっちゃんねるのアイコンやねんけど、これをポコンと押して、このね、写真をポコンと押してもらったら、まあいろいろと、あっちゃんまあいろいろ Gmail 持ってるんでね。まあこれあっちゃんねるメインね。で、あと、厚み中村の、これ仕事用のメール。で、これが相談メールっていうのがあってね。こういうのがまああって、その中でまあいつも YouTube 使ってるので何でもええねんけど、にしてもらったら、これちょっとまあいろんな人からメールが来てるけど、こんなね、自分のアイコンが出てるメールにあります。で、そこに、一番下にね、プラスのマークがあるの。見えるかな？映るかな？光るなぁ。ちょっとね。あ、見えない。このプラスマーク、これを押してもらいます。これを押してもらいます。そしたら、こんな画面になるの。で、ここに、トゥー。トゥーって出てないな。トゥー、TO。って出てる。ここにメールアドレス、例えばあっちゃんやったらこのあっちゃんねる .main@gmail.com でここに入れてもらいます。トゥー、ここのね、あっちゃんねるで書いてるところに自分のメールアドレスが書いてあるはずです。だからトゥーっていうところにね、一番上のトゥーっていうところに相手のメールアドレスを入れてもらいます。で、これ YouTube からやとね、例えば YouTube を見てもらってて、どうしようかな。どうしようかな。これちょっと 裏でいこう。裏あっちゃんねるから見たら。
まあ、例えばこの串カツの動画を、まあ、とか押してもらったらね、あれ反応しない、あ違うの反応してる、これちゃうやん、どこや、この串カツ動画を、まあ、押してもらいます、まあ、立ち上がります、これちょっと広告入ったな、広告ええねん、だこのあっチャンネルってあるでしょ、だからこれが出てきます、間違い、ごめん、あっチャンネルじゃなかった、タイトル、ここ、美味しかったよとかみたいな書いてあるんですよ、タイトル、これタイトルね、大阪、坂間違えてるや、大阪通天閣、串カツ大将さん美味しかったよって、まあ、書いてあるタイトルがあってね、このタイトルを押してもらいます。たら、また広告出たもん。なんなん、これを押すと、あ、この下に、このタイトルのところを押すと、この下にいっぱい字が出てくるんでね。で、ここのところにね、いっぱいあんねんけど、あっチャンネルメイン、これなかったっけ、消しちゃったっけ、ごめん、あ、これや、ご意見ご要望はあっチャンネルってこれ書いてあるよ、ここに送ってもらったけど、これクリックできません、ここでからでは。だから、メールっていうのはここからクリックできへんので、ちょっと待ってね、調べるわ。やっぱあかんねえ、これをね、このまあ先で出たあっチャンネル .main.gmail.com って、これをね、まあこう、押してもらったら、コピペでけへんの？これコピーできへんのかな、コピーできへんね、もう仕方ないね、手であっチャンネルドットメインアットマーク gmail.com ってこのメールをね、このメールを打ち込んでもらいます、このさっきのメールの G メールのここの to の後に打ち込んでもらいます、でメールの件名のところに住所とかね、メールとかいろいろそういうのをね、やり取りするものを書いてもらえれば、まあ住所だけどね、いろんな内容を書いてもらえれば、件名っていうのは書いても書かんでもどっちでも大丈夫です、はい、そこのところはもうどうでもいいんだけどね、本文のところにそれを書いてもらったら、であと送信って押してもらったらもう送れるんで、メールも簡単にできるんでね、一度ちょっとこの動画を見て自分の携帯触ってみてください。でパソコンの場合はもうもっと簡単で G メールっていうページがあって、それを開いてもう G メールって検索してもらっても出てくるし、パソコンの右上に自分のアイコンのところ叩いてもらったら、押してもらったらね、パソコンの Google っていうページ、 Google のページを見てもらって、もうそこのね、自分の写真の2つ3つ見せようか、これ Google のメインページやねんけども、 Google のここにね自分のアイコンがあって、四角点点点の四角があって、画像 Gmail っていうの、この Gmail を押してもらいます、もう Gmail が勝手に立ち上がります、でね、Gmail 買ってね、ちょっといっぱいメールが来てね、これあっちゃんのメインの方やからね、あっちゃんのメインアカウントの方、厚み中村の方なんだけど、でここのところね、作成っていうところ、これでメールがもう送れるんやけど、 Gmail の場合はもっと簡単です、あっちゃんのこれじゃなかった、まあこれあれけど、ホーム、ブンブン言ってる、これ勝手に立ち上がるね、動画なんでもいいや、動画とかでもええし、概要のとこでもええねんけど、とりあえずまあこれでいいや、これを押したとして、このね、ここのねあっちゃんねの下にもっとってあるの、もっとってるんですから、あっちゃんに相談メールっていうのはね、
これをこうやってコピーして、で G メールの作成でこれが出てくるんで、宛先に貼り付けしたら、まあっチャンネルってメールが出るんで、これで送れます。これに件名書いてね。ちょっとうるさいな。ではいただきます、お手焼きを。これね、もっと簡単な方法をね、あっチャンネルを開いたらね、これが出るでしょ。この概要っていうところにこれを押してもらったらいっぱい出てきます。この下の方にね、ビジネス関係のお問い合わせ、メールアドレスより、ここに出てきます。でこれを押してもらったら勝手にこれが出てきました。どのアプリですか。でこれでもう Google Chrome でも何でもいいや、そんなん適当に押してもらったらね、 Google Chrome 使ったら立ち上がらへん。なんで前は、あ、立ち上がった。これでね、メールが勝手にね送れるようになります。はい。でここからコピペでも何でもいいんだけどね、貼り付けてもらって、メール、これはあっちゃんに送ってきた、あれです、コスプレのあれですボディラインさんです。はい、これのね、制作する、ここに貼り付けて送ってもらえれば OK です。この宛先っていうところに貼ってもらったらね、でここに要件書いてもらったら、まあ、どっちかって言ったら悩んである人は携帯からで悩んであるんやと思うんだけどね、そんな難しいことじゃないんで、携帯からね、あれ携帯電話とかちゃ、携帯から、まあ、そんな感じで送っていただければメールが届くんでね、やり取りできます。はい。で、そうしてもらえればと思います。はい。またね、わからんことあったら言ってください、動画で解説します。今日のあっちゃんの、G メールの使い方、分かりやすかったよ、よかったと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。